はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、建物の合体の登記について解説いたします。前回は合併の登記について解説したんですね。この合併の登記と合体の登記どう違うのかについても合わせて解説いたします。今回お伝えをする合体の登記っていうのは、もう物理的に2つの建物をつなげて1つの建物にしちゃう、これが合体なんですね。で、一方で前回の合併というのは、これあくまでもこれ離れているんですよ。別々の建物なんですね。で、一応主従関係がある、大きな建物があって、もう一つは倉庫とか物置とかっていうふうに、まあ、主従関係があって離れている。で、登本が別々に作成されている、登記記録が別々になっているという状況で、これを合併登記すると一つの登記記録にまとまりますよというのが、これ合併なんですよ。例えば A が母屋で大きな建物で、まあ、それに付属する B 倉庫がありました。で、これがもともと別々に登記がされていた。で、これを一つの登記にまとめるよ、主である建物は A、 付属建物は B というふうに一つの登記記録にまとめる、これが合併なんですよ。一方で合体っていうのは、もう物理的に2つの建物をつなげちゃう。例えば廊下みたいなのでこうつなげちゃうと、屋根もついて窓とかもついてつなげてしまうと、まあいったイメージですね。これが合体の登記です。まあイメージとしてはちょっと増築する感じですよね。これが合体です。で、この合体の登記と合併の登記で違うところがあって、それは何かというと、合体の登記については所有権の登記がある建物と所有権の登記がない建物でも合体登記は可能なんですね。一方で合併登記の方については、所有権の登記がある建物と所有権の登記がない建物っていうのは合併登記できません。このような違いがあります。で、もう一つポイントがあって、合体の登記については、合体後の建物、これですね、この一つの建物の表題登記をしなければなりません。また元々の合併前の一つ一つの建物、この建物について抹消登記をしなきゃいけないんですね。抹消登記っていうのは、その登記記録をなくすと、まあ、いったイメージです。まあ、合体することによって一つ一つの建物がなくなっちゃうということですね。まあ、物理的にはありますよ。あるけれども、この一つ一つの登記記録っていらないですよね。だから登記記録をなくして、合体後の一つの大きな建物、これで登記してくださいねという話です。これが合体登記です。まあ、内容的に合併登記と合体登記、これごっちゃにする方いらっしゃるので、この違いですね、しっかり頭に入れていただければと思います。これあまり試験では出題されない部分なんですけども、基本的な内容なんで出題される可能性も十分あるんですね。出題されたらぜひですね、得点していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。